SD-KFZ-263 は第二次大戦前に採用されたドイツの式用6輪重装公務戦車である。1937から38年の間にマギルス社によって28両が生産された。正式名称はシュラー・パンツァー・ファンクワゴン6ラッド。本社の後継として同じ形式番号を持つ 本格的な8輪重装甲車シリーズが作られ、こちらは SD-KFZ263 と呼ばれる。民間向けのトラックシャーシをベースにした、暫定的な重装甲無線車 SD-KFZ230 には、部隊本部との通話ができる、風11中距離無線機を追加したが、このため車内が狭くなり、指揮官用としては使い勝手が良くなかった。 そこで砲塔を固定し、主法である 2cm KWK30 を撤去して、車内容積を増した本部向けの式専用タイプが作られた。大型フレームアンテナが装備されているのは232と同様ではあるが、砲塔が固定されているのでその支柱も4本のシンプルなものになった。また停車した状態で使用する。 長距離通信用の伸縮式のマストアンテナも装備されていた。乗員は1名増えて5名となった。本社は機械化通信大隊に配備され、徐々に後継の SDKFZ263 に置き換わっていったが、フランス戦の頃までは第一戦でその姿を見ることができ、またその後も広報任務に用いられた。ありがとうございます。